特別な船です。こうした船で、首都高が上にあって、暗いと言われがちなこの東京の川を明るく照らしてみるとどうなるだろうかという実験をやってみたいなと思いまして、4年前から計画しました。で、今日やっとこの日がやってきまして、音響のスタッフ、照明のスタッフ、日本最高の、エンターテインメントスタッフと、トランペッターの方、それから音響を作っていただける方にご協力いただいて、今日ここまで、船を進めてまいりました。で、8時の10分になりますと、そのビルの奥の方で今シンポジウムやってますけども、そこのメンバーがこちらにやってきまして、そちらの陸側とこちらの船側で、乾杯プログラムをやります。でその前に、ここに搭載した、装置を使いまして、最高のパフォーマンスをご覧いただきたいと思っておりますので、少々お待ちください。カヌーの皆さん、こんばんは。イエーイ。ずっとついてきてくれたの？そういうわけではない、すれ違って。あ、そう、ありがとうございます。ご覧になっててどうですか？ありがとうございます。もう最高だって、こういうね、ありがとうございます。水原の皆さん、どうでした？ありがとうございます。あ、こちらありがとうございます。このなんか上に映るのってすごいね。ちょっとあれですね、ラスベガスのストリートを思い出しましたけど、行ったことないけど多分こんな感じなんでしょうね。だ、実際にこういったことが、まあ週末の金曜日の夜かなんかには毎週行われたりなんかすると、世界中から観光客の人が来てですね、この東京の川の空間ってなんて素晴らしいんだろうっていうことになるんじゃないかと思って、僕も息を飲んで思わず見てしまいました。そのくらいこの東京の川にはインパクトがありますね。どうですか？拍手。はい、ありがとうございます。ね、びっくりしたね。この特にここからここ側での15分か20分くらいですかね、この首都高の我々にとっては天井なんだけど、首都高にとっては反対側のお腹になるんだけど、これがこれほど美しい、表現空間になるとは思いませんでした。でこぼこしていたり、立体的になっていればいるほど面白かったですね。そんなことを味わいながら僕たちは、ほぼ1時間2時間かな、日本橋からここまでやってまいりました。はい、あ、カヌーの人たちかっこいいね。多分こっちからそっちから見ると眩しいと思うんですけど、ありがとうございます。水辺を使う船の仲間たちがこうして集まってくれて、こんな大胆不敵なことができるということはとても感激です。多分このプログラムは今日で終わりで、二度とこうしたことはできないと思うんですけども、こういった挑戦がきっかけになって、新しい、川の空間でエンターテインメントとか、プロモーションとか、可能性を開いてくれる人たちが現れることを願ってこのプログラムをやりました。普通であれば護岸の側に照明がついているんですけども、それをやると大変土木的な手続きだとか事案が大変かかります。それよりも船に、こういった照明装置や音響装置を積んでですね、柱とか見るのはコストがですね、施設にかかるよりもはるかに、ローコストが済むじゃないか。それによって移動しながら映像とか照明を当ててみることで、今まで誰も見たことないようなことができるじゃないか。もうただその一点で、夢を見て、実は何度も実験を繰り返して、今日こういう時間にたどり着きました。この船を借りること自体もなかなか大変で、こういった挑戦をすると
物語の僕たちは伝説の最中にいるわけですけども、これが今海外の通信社から世界に配信される予定です。で今夜はフジテレビですかね、夜のニュースのフジテレビのニュースアルファで放送される予定でございます。ぜひご覧ください。この事件の背景やその反響などがそれを通してですね、新しい展開が起こっているのではないかと思って、とても期待します。世界中の人がこのことに注目すると、だからあれですね、フランスのパリでは、ナポレオンが随分前に新しく作った水路に商品を当てて観光船を走らすことで、アーティストを協力してパリの今のいろんな社会実験、公共空間の社会実験が行われているそうです。それがきっかけになった、大学的なナポレオンが作った地下の水路にライトアップするということが発見されて、世界の人が驚いて、パリが準備できるようになったきっかけになったと思います。そんなことを含めてですね、僕らの実験が東京の川が可能性を持ったスペースとして、多くの人が知って、それを語り継いでもらって、パリのように、川が生かされて、街が元気になって、人々が関心を持って、多くの人がやってきて、素敵な街になるような気になるようなと思って、企画をしました。ということで、ありがとうございました。このところでこんな上田の下から何か拍手をもらうっていうような僕の人生にやってると思われましたが、ありがとうございます。チームの準備ができ次第ですね、次のスーパーパフォーマンスに行きたいと思います。で、しばらくを持ちます。